きょう福岡市のほとんどの小学校で入学式が行われました。真新しいランドセルを背負った新1年生、福岡市城南区の田島小学校には108人が入学しました。1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ありがとうございます。1年生は校長先生の話や助け合う気持ちをテーマにした6年生の寸劇と歌を食い入るように見ていました。楽しい1年生になりたいです。運動会が楽しみです。いろんな名前の漢字を書きたい。今日福岡市では143校で入学式が行われ、およそ1万3000人が初めての学校生活に大きな一歩を踏み出しました。